どうもゆうたです、今回は、もうね今10月ですけど11月の5日にちょっとつくば線の走行会がありまして、ちょっとサーキット前の最終準備というか最終仕上げ、まあ車をしっかりね仕上げて壊さないようにと、まあ万全に走ってタイムを出せるようにやっていきたいと思います。はい。で今回やる内容はまあね、まず消火器、この前動画にも上がってたと思うんですけど、サーキット仲間の川本さんがねちょっとまあ燃えてしまったんでね、車が、車両の方がちょっとやっぱりそういうね経験を目の前でね勉強させてもらいましたんで、ちょっとやっぱりそういうことをね無駄にしないためにも、まあ自分はこうやって消火器を買ってね対策していきたいと思います。であとはリアデフオイル、モティーズさん、いつもよりは少しちょっと固めの 80W190 っていうのを今回使ってみようかなという感じです。で、まあ、エンジンオイルはいつもの M11H15W50 ですね。で、あとはプラグも 1,2 年変えてないんで、ちょっとシーズン前ということで交換で、あと基本的に車のアンダーに悩まされることが多い車なんで、一応フェンダー内のもう少しまあなんて言うんだろう、空気をもう少し負圧で抜いてあげようということで、ちょっとフェンダー内のインナーの穴をもう少し大きくして、負圧でねちょっと抜いてあげようという感じの作戦です。まあ低速ではあまり効果ないとは思うんですけど、まあ基本的に本当にリアのダウンフォースの方が多分強くて、リアがブレイクする感覚は全くないので、もう少しちょっとフロントを強めにねしたいというのがありますという感じでやっていきましょう。リアデフドレン、新品の LSD を入れて、まあ、1000キロ鳴らしをしてからオイル変えているんですけど、それにしても、まあ、こんだけ結構出てます。鉄粉の方がちょっと交換していきます。オイルがほぼできたんでちょっと入れていこうと思うんですけど、 M409S ってピンクなはずなんですけどちょっと緑っぽくなってるね。やっぱ劣化してんのかな。チャタリングが最近ちょっと出始めてたので、こんな感じ。こちらがね、エンジンオイルのドレンボルト、ちょっと鉄粉ついてますね。でね、結構ねオイルがね、だいぶ黒くて、3000キロぐらいの交換なんですけど、ちょっと長かったかなという感じです。サーキットも行ってないし、そんなに油温も上げてないんだけど、ちょっと長かったかなという後悔。エンジンオイル交換も一応終わって、で今回ブローバイの方はサーキット走ってないんで溜まってませんでした。サーキット走ると結構溜まります。でオイルの方はちょっとね、4.5 リッター以上は入りました。で一応レベルゲージでフルより気持ち上ぐらい、あんま入れすぎてもまあブローバイとして出ちゃうと思うんで、でまあなるべくね油膜切れというかオイルが切れちゃうとね嫌なんで、多少多めには入れてます。はい。でね、今ね消火器の方つけてたんですけど、一応オイル交換ね、一応アンダーパネルとか皆さん外すと思うんですけど、僕アンダーパネルはいつもエンジンオイル交換するために綺麗にしていて、まあなぜかっていうと、まあ汚れを見つけた時にまあ原因を特定するために、まあどこが汚れてればね、どっから漏れてるとか大体予想がつくんで、まあそういう関係のところは必ず綺麗にして、
掃除してから装着してます。で今消火器が終わったんですけど、本当はね、助手席、サーキット走行では助手席をちょっと外そうと思っているんで、助手席のねシートの穴をちょっと流用して、まあ、4箇所あるんで4箇所止めでこう真ん中にねこう縦に止めようと思ったんだけど、ちょっと買ってきたステーだとちょっとね難しくて足りなかったんで、とりあえずね前の2個を固定して、で横にこういう風にやってこういう風につけました。でちょっとねここがグラグラするんで、こっちはね硬いステーなんですけど、こっちアルミだと思うんで、ちょっとそこを対策すればまあ大丈夫かなという感じです。で縦につけようが横につけようが、まあ前後の方が G 強いと思うんだけど、まあ別にそこは平気かなという感じです。でまあ肝心のこの脱着がやっぱできないといけないんで、まあこっち側に近い方にして、こうやってねすぐ使えるように手が届くところになってます、こういう感じで。とりあえずねまあ設置は終わりです。まあこれはいつも外しておいて、サーキットについたらここボルト2本つけるだけで OK なんで、こんな感じになってます。で消火器の方なんですけど、この前ねやったんですけど、ちょっとアルミのステーを混じらせてちょっと強度が不安だったんで、ちょっとこちらのステーを買ってきて4点で止めて真ん中にと、がっちりでございます。はい、こんな感じでですね、フェンダー内の、穴をね、ダクトをねこういう感じで抜けるようにやりました。で中にゴミが入んないようにこの網をね設置しました。タイラップで止めてます。これでフロントのダウンフォースがどんだけ変わるか楽しみです。でちょプラグ交換の時はこちらのエアクリとこの二次エアポンプをいつも僕は外すとちょっとやりやすいんで、そういう感じでやっていきます。はい、で今ねコイルをね取りました。でコイルを取るのにここにねあのラチェットがなかなか頭入らないと思うんですよね。でそういう時に何が便利かってこれなんですよ。こちら普通の、まあ、ラチェのスパナなんですけど、それにこれをねここに入れると、こんな感じなんですよ。でそこにソケットをこうやってつけると、こういう感じでラチェットが完成します。で幅の狭いとかこれで入ります。この頭が薄いのでおすすめです。でプラグのソケットはトネのやつ、このサポートがねついてるやつで、ちょっと延長を使ってやります。はい、こんな感じで今プラグに刺さりました。またこのエクステつけたやつにこのユニバーサルがついてるやつ、これで回ります。はい、回った。はい、で今プラグ取ったんですけど、ちょっとやっぱり結構焼け気味、白いような気はします。一応8番手が入ってるんですが、9番手ね入れてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ一時期9番手入れてたんですけど、まあエンジン保護っていうかそういう関係で、熱の関係でね分回すんで、まあでもこちらの8番で原車セッティングもしてるんで、
まあそのままね8番手用意してるんでそれを使っていこうと思います。あとこちらがちょっとねこんな感じのカスがついてますね。今一応ねプラグが入りました。こんな感じで、で締め付けの注意点があって、座面が設置してから説明書箱にも書いてあるんですけど2分の1か3分の2ぐらい半分か半分ちょいぐらい締める程度で締めてください。取り付けはだいたい20ニュートンとか結構弱めなんでそこだけ注意してください。であとコイルの中がちょっと白いカスがなんかついてます。なんだろう。で一応コイルも取り付けてボルトも忘れずカプラーも忘れずにって感じです。二次用ポンプの取り外し、そこのボルト、ここのボルトで、ここのワンタッチと、このカプラーで、あとここのホースがつながってるだけなんで抜くだけです。であともう一個10ミリの底にこれがついてます。でバッテリーも外せばこういう感じでアクセスが可能です。一応プラグの焼け具合、一応1、2、3、4の順です。こんな感じです。はい、でねプラグ交換終わりました。一応ね全部きっちり締めて戻して全部戻してあります。ちゃんとね確認大事だと思うんで終わった後全部ちゃんと確認してください。で一応バッテリー外してるんでエンジンかける前ね10秒ぐらい待ってあげるとエンジン前の記憶しててちゃんとすぐかかってくれますんで、はい、という感じで以上です。